はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回からですね、帝徳の決断校パープギット PC 版の、ドイツプレイ、やっていきたいと思います。で、実は一旦だけ先に進めてまして、いろいろやってますので、そのやった内容からまず説明していきましょう。まずですね、艦隊の再編成ということで、今、このデンマーク沖バルト海というところと、あと地中海ですね、ここにドイツ軍が分断されている状態です。なので、まずこの分断されている艦隊、バルト海方面の艦隊、これをですね、再編ということで、バルト海はまあ一旦守られているところではあるので、バルト海から全ての艦隊をデンマーク沖に移しました。で、ちょっとやってないところとしては、バルト海の航空機の配備状況なんですけども、第二飛行場から航空機を引き上げるのを忘れていたので、ちょっとこれ引き上げちゃいましょう。なんでこんなことをしてるかというと、バルト海に関しては、まあ、攻められるリスクは現状はゼロなので、まあ、もちろんね、この先、デンマーク沖が奪われた場合は話は別なんですが、その分を航空機の配備として最前線のデンマーク、ここに回しておきましょう。で、デンマーク最前線になってるんですけど、このデンマーク自体がですね、今飛行場が1個しかないので、飛行場の増強をかけています。なので、まあ、その飛行場の増強をまずは待ちましょうかというところになりますね。これユンカスにちょっと変えよう。で、代わりにハイケルが余ったんで、これをね、また前線、違う前線です。で、今度見ていくと、この西地中海も前線になっているので、この西地中海に航空機を配備していきましょう。第二飛行場に配備しちゃおう。これで前線にね、少ない航空戦力を集中するというところで、イタリア近海も同じように航空機増強をかけています。ご覧の通りです。で、せっかく地中海を見ているので、地中海のところもね、艦隊2つ3つと入れています。西地中海にはこちらの艦隊を、で、イタリア近海、まあ、ローマですね、ここに戦艦要する第8、第10の主力艦隊、これが入っています。まあね、ちょっとなんでこの主力艦隊がローマにいるのっていうのが少し残念なところなんですけど、あとちょっとね、離れ小島的な扱いになっちゃうんですが、航海に同じく艦隊、これ小規模の艦隊になっています。第7艦隊が入っています。なので、当面の目標はですね、まず北海を確保、さらにドーバー海峡、スペイン沖、ジブラルタルと取るというのと、並行してこの東地中海ですね、ここを奪取して、まずは分断されている戦力を、合わせる、合流させる、まあ、そこになります。ではまずは諜報活動ですね、その肝心の東地中海、さらにジブラルタル、ドーバー海峡にもありましょう。さらに北海ということでスパイを潜入させる試みを行っています。で、兵器開発、あとは技術開発は、それぞれ薄く入れておきます。で、物資援助に関しては石油を日本に押し売りして、何かしらの援助を受けましょう。で、ここからは肝になるんですが、まずですね、大量のお金があったんですけど、すでにお金が枯渇しつつあります。なぜかというと、大量に艦隊を揃えるために、建造を行っています。まず戦艦が2つですね。リットリオ型の戦艦が2。さらに、アドミラルヒッパー型の従順、これを4隻、建造中です。で、軽巡も、この、ニュルンベルク型、これを相当数作るように今建造指示していて、で、特筆すべきがですね、この潜水艦、ここから下全部潜水艦です。まあ、一番下はね、揚陸艦になっているんじゃないかなと思うんですが、それにしてももうこの規模の潜水艦を今建造中なので、この潜水艦の建造が終わったら、この潜水艦部隊を使ってイギリス軍の撹乱、撃滅を図っていこうということで、すでにお金がすっからかんになっている状態です。
まあ、あの鉄アルミはまだまだ資源として余裕があるんですけど、お金に余裕がないので、もうここはね、まずはお金の資源の豊富な北海、ここを奪いに行こうということになりますね。では早速艦隊を動かしていきましょう。第3、第15となっているんですけど、まず今回投入する艦隊がこの第1艦隊、これ、巡洋戦艦からなる第1艦隊、さらに同じく巡洋戦艦から第2艦隊、すでに提督は相当数座礁済みです。で、第3艦隊は第1、第2艦隊再編する中であぶれた艦隊なので補充用に当てていきます。で、第15艦隊が潜水艦隊ということになってますので、これまず北海へと、威力偵察させましょう。本当はね、もう一旦待ってから揚陸艦部隊を突入させるっていう手もあるんですけど、まずは、これらの艦隊で、威力偵察を含めた北海の様子を見ていきましょう。で、まだね、北海の状況わからないので様子見です。完全に潜水艦部隊はね、足がとにかく遅いので、よく深くまで侵入していきましょう。まだこの時はね、敵の飛行機の航続距離も決して長くはないというのがあると思うので、大丈夫だと思います。もう少し進行してもね。で、このドイツ軍に関して言うと、まず空母を1隻も持っていなかったので、新しく空母を新規設計してます。80機搭載可能な空母、すぐに建造できる空母が、飛行機、ちょっと待ってくださいね。ここに来て敵がいる様子があるので、しかも一方的に撃たれてるな。巡洋戦艦なんて足がねちょっと遅いんで、ここはスピ、装甲が薄いので、スピードでね、ちょっと攪乱していきましょう。空母を、ね、新しく設計してるって話をしてたと思うんですが、空母が出てくるまではこの巡洋戦艦とかを中心にね、どうしても戦力を整えていかなきゃいけないので、回答するのは危険なので、ちょっとこのまま一度やり過ごしましょう。了解。
まずは打ち合いになりましたけど、特に沈められずか。敵の戦艦1隻でも2隻でも沈めたいところなんですけどね。第一艦隊でちょっと追いましょう。敵のこの傷ついた戦艦部隊、これを沈められれば大きいので。よし、敵戦艦撃沈してるね。よし、まあ、ここで戦艦1隻でも2隻でも沈められれば今後の戦いがだいぶ助かりますからね。追いましょう、急いで。ちょっと足が遅いかな。よし、ケツン疲れてる、ケツン疲れてるな。敵の潜水艦部隊が後ろから迫っているとなると、第二艦隊を横で向かわせましょう。で、第一艦隊は敵の発見を最優先にしよう。第二艦隊がちょっと進路が微妙だな。ちょっと間に合えば進路を変えます。間に合うかな、間に合う、間に合うけど、敵の潜水艦部隊の横を交わるのはちょっと危険だな。第一艦隊も向かわせましょう。第二艦隊は魚雷で敵を一気に沈める。敵の空母がいる。敵の空母は甲板を大破させよう。よし、雨が降ってきてくれた。これはでかいぞ。よし、空母撃沈してる。あとは敵のこの艦隊だけど、どうだ。もう撃たら撃っただけ、どこに魚雷をぶっ放しても当たるぞ。ちょっと団子になってるので艦隊の指揮がうまく取れないけど、ここは団子になってはいるものの、
イギリス軍の総統に移ろう。よし、敵の艦隊戦力は一掃したので、まあ、せっかくなんでこの北海取りましょう。了解。で、もう場所はね、ちょっと今回はここに飛行場があるのと、ここですね、あとここにも飛行場がありますので、この飛行場を取りに行くということをやりに行きます。いやー、まずは敵の空母戦艦多数撃沈できたので、まあ、味方の損害もね、もちろん、特に第一艦隊中心に出てますけど、まあ、ここはやむなしというところですかね。で、夜に合わせて、まあ、巡洋戦艦クラスが沈められるときついんですけど、まあ、夜のうちに敵の飛行場を一つ二つと破壊しておきます。あと点かな、なんとかね、その雨とかがいいタイミングで入ってくれると嬉しいなというところかな。万々が一敵の戦力がいると怖いんですけど、一旦もう時間を早回しにしちゃいますね。今雨か、もうちょっと雨のタイミングがね、遅くてもよかったかなっていう感じはするけど、この1になってるから敵の攻撃機の魚雷がね、飛んでこないっていうのはある意味いいかもしれないですね。ちょっと一旦沖合に退避しましょう。急いで。ちょっと待ってね、こ
これはいい感じだぞ、この雨が降ってるこの状況は。この野員に乗じて敵の飛行場を取りに行こう。もう本当にこの初戦かなり重要だったんですが、やり直し最悪しなきゃいけないかなと思ってたんですけど、ここまでは順調ですね。まずはこの北海でお金を資源として確保するという目標が達成できれば、まあ深刻な資源、まあ不足というか収入不足って言った方がいいのかな、備蓄はあるんですけど、まあその後が続かないっていうところに関して、まあ少しはお金に関する収入がアップするっていうのはね、すごく重要なので、この夜のうちに敵の飛行機飛ば前に北海2つある飛行場のうちもう一つも破壊してしまいましょう。まあ、本当だったらね、ここはなんとか飛行場を占領するっていう形を取りたいところなんですけど、ちょっと待って、ね、飛行場こっちか、もしかして。あ、あるね。まあ、やっぱ戦艦からの砲撃は強いわ。ただここは残念ながら取るまでは至りませんでしたね。ただ北海の戦力だいぶ削ったんじゃないの、敵の艦隊戦力は。戦果から確認していきましょう。まず敵の艦隊3個、第1対9、第11と、このうち9、11は完全に壊滅させましたね。第11艦隊は機動艦隊かな、軽巡、重巡、駆逐艦と。で、第9艦隊は、まあ、重巡も入っているのと、あと潜水艦が入ってますね。で、第1艦隊からは敵の戦艦、これ、4隻撃沈。これ本当に大きいわ。で、あとは、正規空母1、重巡も4。従順3を取り逃がしてますけど、まあ、それにしても大戦果と言っていいんじゃないかな。味方の方は主力艦は被害はないんですが、駆逐艦が第1艦隊から3、
第2艦隊から慶順が3、駆逐艦が1というところで、もちろん駆逐艦にダメージは出たんですけど、特にね、この第15艦隊、ここにダメージがないので、これは本当に大きいですね。まあ、北海攻略は引き続き、艦隊を整えたら、やっていきたいなというふうに思いますので、まずはね、この北海攻略を中心に進めていきましょうというところになると思います。で、さっきね、まあ、思わぬ形で敵の艦隊が接近したので話が途中になってしまったんですけど、空母ですね。空母の状況を見ておくと、今設計中の空母が、そもそもドイツ軍の空母は、このグランフーツベリン型というものとアキュラ型の2つしかなかったんですね。でそれぞれの性能を見ておくと、航行速度33キロあるこの正規空母グランフツェンペリン型なんですけど、これ43機搭載するモデルです。ですぐに製造可能なアキュラ型、これが製造をもうすぐにラインに載せられるんですけど、51機搭載できるものです。でちょっと51だと空母としては頼りないなというところで、139機搭載可能、ただし20キロと低速な大型アキュラ型という空母を今設計中で、あと1週間で開発が完了するので、これ開発が完了したら空母としてね作っていきたいなと思っています。で空母これ製造するのにまた10週間とかかかるので、その間にこの新型の大型アキュラ型空母に乗せる艦載機、これを設計、そして製造していきたいなというふうに思っています。というわけで、今回ちょっとね、北海もう一歩というところで落とせなかったんですけども、この北海をめぐる戦い、次回も続きをやっていければいいかなというふうに思ってますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。